トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができたが、その代償は決して小さいものでは。それから約3年後、人類の敵、そしてご飯の仇である人造人、希望をつかめ、人造人間との最終決戦。ただいま、母さん。おかえり、トランクス。修行の調子はどう？うん、自分でもやっと手応えを実感できてる気がする。うん、その顔はうまく。はい、そう、ああ、そうそう。なーに、気のない返事ね。あ、分かってるよ。これが完成したら、あんたはまず過去の孫君、きっと彼が生きていた。次にもう一度そこで人造人間の弱点。でもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし、死んだみんなが生き返ったりするわけじゃないんだよね。ええ、そう、父さんだって、それに過去に戻らなくたって、今の俺なら人造人間を。あ、そうだ、トランクス、ちょっとあんたに頼みたいことがあるんだけど。頼み事？あんたなら簡単な用事よ。だけど大事なパーツの原料。構わないけど。パオズ山よ、ご飯くん。あ、原料が取れる詳しい場所は忘れちゃった。最近父さんたちに顔を見せてな。ええ、お願いね。はい。ああ、そうそう、ま、はい。まずは父さんたちに話を聞かないとな。何？父さんか牛魔王さんなら原料が取れそうな詳しい場所を知ってると思うんだけど、あんたが一人でも修行できる。え？そうよ、ベジータ。父さん、それは。原料が取れそうな詳しい場所を知ってると思うんだけど、
父さんたちいるかな。こんにちは。トランクス家。いや、ご無沙汰してます。オラたちなら特に。んだ、この辺りには。そうでしたか。何か。オラたちなら大丈夫だよ。はい、今これこれなんですが。確かにこの山で何か問題でも。んだ、妙な機械が。そういえば放っておいて。おお、ダメだ。父、そんな危ねえとこ。おめえに怪我なんか。父、大丈夫ですよ。俺それに無理はしません。ああ、まったけんど。んだ。はい、ご飯。原料を集める前にレッドリボン軍のロボットを壊してしまおう。父さん元気そうだったけど、やっぱりまだ辛いんだろうな。あれは強い。父さんを早く安心させるためにもすぐに用事を済ませないと。レッドリボン軍が残したものには本当にろくなものがないな。あれは強いかもしれない。父さん、人造人間とこんなロボットなんかに戻ってる暇はないぞ。次はドイツだ。さっさと終わらせてやる。来ます。よし、この辺りを探せばあるはずだ。頼まれたのはこれだな。よし、一度父さんのところに寄ってから帰ろう。うん、弱そうだな。父さんたちに挨拶するか。父さん、友人に帰ってくれ。んだ、俺、ごはんさんにしそうか。ほら、悟空さんやごはんがいなくて。はい、そういや、さっきおめえが言いかけて。ええ、母さんなんですけど。はい、そっと。俺、それが完成したら、それで悟空さんが行き。そうしたら、悟空さんも。いえ、こちらの世界の。すみません。いや、いいだ。でも、で少し。んだ、父さん。ああ、キリ、またいつでも。はい、用事も済んだし家に帰ろう。母さんが待ってるぞ。母さんた、そう、それで、はい、時間を見つけて、うん、タイムマシンで本当に隠せめて、それができればくだから、それに人造別の世界だと、はい。
ンタが手伝ってくれ。え、お、これでちゃんと言って。研究所最高。母さん、俺、あんた、はっきり言って今度は番組の途中ですが、現在襲われているのはすぐ近く。ちょっとトランクス、俺行ってくる。ちょっとトランクス、あれから修行してご飯さんより強くなったはずだ。人間なんかもう怖くない。今度こそ奴らの最後だ。うん、弱そうだな。過去に行ってもこの世界が変わらないんじゃ意味がない。人造人間さえ倒せば過去に行かなくてもいいはずだ。どの町もひどい有様だねえ。17、そうだな。人造ガキが、お前のしつこ、ごはんさんが死んで3年、俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。これ以上お前たちの好きにはさせない。お前がどれだけ腕を磨こうが俺たちには勝てない。私たちに勝つなら今度は思い知りだよ。やった、これやばこいつ、やるな、やった、こいつやるな。なるほど、足のパワーが上がったようだな。やるな。何とどめを刺して、こいつ、どうした、俺たちを倒すんだろう。さっさと蹴りをつけるつもりだったが余計な蹴り。こいつから逃げる。お前たちを倒すまで俺は戦う。俺たちの本当の恐ろしさを分からせていく。血だけはまだ余裕みたいだな。どこに行こうと無駄だ。逃がしはしないよ。遅い。大きくなったのは10体だけかな。私たちを倒すにはパワーが全然足りないよ。もうすぐ敵を取れるか。もう勝った気でいるのか。どこ見てんの。そんなパワーでよく私たちを倒すなんて言えたね。黙れ。俺はお前たちを倒すためにずっと修行していたの。俺たちのエネルギーは永久式で無尽蔵なんだ。まだまだこれからだぞ。くそ。
どうだ、やった、ついにやったぞ。確かに以前よりは数倍パワーは上がっている。だけど攻撃が直線的だよ。そんなの疲れるだけだと思うけど。そんなどこだ、どこにいる。なぜだ、何のために人間を襲う。ドクター・ゲロは世界征服のために俺たちを作ったようだが、そんなことは関係ない。人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。そんなことのために許せない、許さない。俺が甘かった、俺だけの力じゃ足りなかった。人造人間との差ははるかに大きい。ゴハンさんの死から俺は何も学べていない。やはりタイムマシンで過去に行かなければ。瀕死のトランクスは奇跡的に命を取り留め、5日後ようやく目覚めることができた。自分の力不足を痛感したトランクスはブルマの助言に従い、タイムマシンで過去に行くことを決意した。よし、心臓病の特効薬間違いなくソン君に手渡してあげてね。あまり無理しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけてください。じゃあ頼んだわよ。それじゃ行ってきます。こうして過去に向かったトランクスは地球を襲撃に、その後地球に来たトランクスは別。ただいま母さん。おかえりトランクス。はい、無事に。よかったわ。まあ私のつこれで。はい、若い頃の母さんやご飯さん。若い頃の私にもどうだ。うん、すぐ。そう私のことだし。ベジータにも会えたのよね。そうだな、嫌なやつ。それに近寄りがたい感じだったから。そっか、やっぱり。まあね。そうなんだ、とにかく次は悟空さんたちが。それじゃもう少し。ああ、エネルギーのチャージには時間がかかるし、俺も次の戦いに向けて鍛え直さないとな。過去のみんなは大丈夫だろうか。タイムマシンのエネルギーチャージが早く終わればいいんだけど、まだ何かやることがあるみたい。はい、らっしゃい。毎度。悟空さんたちのことが気になるな。よくもこの町を破壊してくれたものだ。
いつかこの家も元通りにしたいな。タイムマシンの準備はどうかな。おお、部品を手に入れてくれたのかね。エネルギーチャージもう大丈夫なの？でもエネルギーがチャージ。やっと往復分のエネルギーがチャージできたわね。悟空さんたちがきっと大丈夫。もしかするともうそれだったら悟空さんたち。タイムマシンの定員は一応一人だ。ゾン君、強い敵と。確かに悟空さんのあのでも戦いが終わってなかったら気をつけてね。はい、俺。こうしてトランクスはさらに17号たち。しかし悟空たちは平和な世界を取り戻したことを。母さん、ただいま。おかえりトランクス。ちょっとどう、はい、神様の神殿に。なんだかよくわかんないけどね。はい、そでもはい、父さんはやっぱり。え、父さんが敵を前にした様子を初めて見たとき、母さんや赤ん坊の俺が危険な目に遭ってもあらら。でも1年ほど2人きりで修行したとき。そうね、修行を始めた頃は相手。それこそ話話しといて。父さんはそうかとか。まったく。だけど時は過去。セルを倒すため全力で来ない。分かっていると思うが初心など許さんぞ。分かってますよ。それは父さんのことですか、それとも俺ですか。いいから続けろ。大体の感触はつかめた。だがやはり足りないな。お前は当然として、この俺もだ。父さん。父さん、もうじきここでの修行を始めて1年です。まだだ。もっとぜ。とっくにスーパーサイヤ人の限界は超えているのに。セルをぶっ倒し。これ以上の説得は無駄かな。父さんはセルを倒すことより少しだ。いいか、もっとも。父さんが強さか。俺の時代では自分の強さの追求。お前を鍛えたのはご飯だけだと。そんなことは。だが人造人間に勝つことや俺はその先を。お前もそれくらいの。父さん、
そう、本当に。それから少し母さんのどこが好き。それに俺がせる でしょ。はい。でもよかったわ。はい。向こうの世界は平和を取り戻せた。奴らをこれ以上。番組の途中ですが、現在17。心臓人間め、行ってきます。トランクス。大丈夫です。その。過去。気をつけてトランクス。はい。今度こそご飯さんやみんなの敵を取る。長かった。これで終わらせてやる。見つけたぞ、人造人間。見ていてください、ご飯さん。はあ、だなだな。ふん、まるでガキだな。ゲームに負けた腹いせで暴れるなんて。うるさいよ、あんたは黙ってて。17号、18号、貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのかトランクス。17号、私むしゃくしゃして鬱陶しいから。遊びが一つ減ってしまうが。本当にお前たちが現れてから、ふん、タイムマシンで行った過去の時代のお前だが、この時代のお前たち許すことは。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。さあ来い。なぜ私がこんな奴にどこずっている。今までの俺だとは思わないことだ。なれませんか。どこ見てんの。バカ。よくもやったね。俺たちの受けた傷に比べればまだ足りない。そんなことがあってどうだ。これが俺たちが受けた傷だ。ここだって。キラどうした、だらしないな、18号。ちくしょう、もう許さないよ。二人で来い、同じことだ。なんだ、今までのやつとは何か違う。さあ来い。これが本当の最後だ、人造人間。何を寝ぼけたことを言ってるんだ。やっぱり何も変わってないじゃないか。どうやらお前が最後のようだな。来ます。
い。バカ。俺たちが苦しむ。もう二度と現れるんじゃないよ。気のせいさ、17号。私たちに勝てはしないよ。人間の分際で。お前もぶっ壊してやるよ。こいつから逃げそうだ。どこ見てんの？どこに行こうと無駄だ。少しは成長したじゃないか。ずっと苦しめられた人々の分。何が人間の分だ。ムカつくんだよ。どこ見てんの？人間の分際で。お前もぶっ壊してやるよ。こいつから逃げられるか。仲間たちの、そして今度はご飯さんの形だ。はこれでみんなの仇を。いや、まだだ。肝心な奴が残っていた。それから3年余りの破壊の限りを尽くした17号、そしてタイムマシンの往復分のエネルギー。それじゃあ行ってくるよ、母さん。トランクス、気をつけて。はい。
離れていて、母さん。え？そこにいるのは分かな。俺を殺し、タイムマシンで過去に戻って。何？その計画は失敗だ。計画が失敗？セル、完全体が。そうか。お前それにしても今のトランクス、貴様の力では俺様は。ではなぜ。な、まさか。この西の都で戦うのはまずい。場所を変えす。はっ。セル、貴様を倒し全てを終わらせる。進化していない。今なら倒せる。うん、弱そうだな。やっ、やつを過去に行かせちゃいけない。うん、弱そうだな。そこか。少しは腕を上げ。絶対にお前を。ふざけ。この世界地獄のような目には合わせない。ダイマセンコー、なんかもう諦めるんだな。貴様が17号と18号を倒したせいで余計なことをしやがって。この俺様との力の差を思い知るがいい。今の俺をお前が知っている俺とは思わないことだ。だが俺はお前のことをよく知っているぞ。所詮青二歳は青二歳よ。
は人格の人造人間だ。貴様のような若造に負けるはずがない。真の力に侮らなくていい。お前だけは地球の平和のために許しておけない。What?